皆さんこんにちは、衆議院議員の鬼木誠です。博多どんたく港祭りがですね、5月の3日4日に開催されますので、そのことを皆さん多くの方に知ってもらいたいと思いまして、今日は私も地元に戻ってきました。そして今日はお二人のゲストをお招きして一緒に博多の街をご案内したいと思います。それではゲストの方どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。大阪と申します。普段はお出かけ情報を発信しています。今日はよろしくお願いします。あつしです。普段、動画クリエイターとして活動しています。写真の撮り方とか動画の撮り方を、スマートフォンだけで解説してるっていうスタイルになります。よろしくお願いします。皆さん福岡のことは詳しいですか？私福岡に3年住んでるので、はい、住んでるんですけど、ちょっとまだまだ知らないことめちゃくちゃあるんで、ちょっと今日は勉強しに来ました。はい、大迫さんはどうですか？福岡は。私は普段東京に住んでいて、福岡すっごい大好きで、旅行でもうたまに来るんですけど、まだまだ知らないことたくさんあるんじゃないかなと思ってるので、今日はたくさん教えてください。はい、それでは今日はこの旅のしおりに従って、お二人をいろんなところにご案内したいと思います。まず第一のポイントがここ、櫛田神社前駅、地下鉄の駅をスタートです。福岡で一番新しくできた地下鉄の駅になります。でこの駅めちゃくちゃ力が入ってまして、いろんな工夫があります。まずここにある博多祇園山笠、どんたくと並んで福岡の大きな祭りの一つ、7月に毎年ある、博多祇園山笠という男らしい勇壮なお祭り、この大きな人形の山を担いで走るという、そういう祭りなんですね。めっちゃでかいもんだ。いろんな法被着てますけど、その中に QR コードが、あ、わあ、これとか本当だ、はい、これもあります。そうですね、いろんなスポット紹介が見れるようになってます。この構内歩くだけで博多の文化を楽しむことができます。行ってみましょう。はい、はい、行ってみましょう。これも展示になってるんですけど、博多塀っていう、博多塀、こう石とか瓦を練り込んで作った塀、博多塀。見てみたい。でここからね、博多人形。あ、これが博多人形。博多人形。博多人形。この中村ひろみねさんはね、若手作家でね、あの僕の塾の後輩なんです。そうなんですか。そうそうそう、近しい人です。そうそう、でお父さんがね、中村新京さんって言って、また博多人形師で、この人ももうめちゃくちゃ、あの全国的にも有名な芸術家というか、博多人形師ですね。そうそうそう。でここから博多織なんですね。博多織。今何でも作れるんですよ。ネクタイとかスーツとかも作れるし、買えるんですよ。すごい。で代表的なものとして博多の帯。でこの辺が帯、で帯のこのピンクの字にブルーの縦のラインがあるけど、これは献上柄って言って、殿様に博多織を献上した時に作られた柄だから献上柄って呼ばれてる。気に入ったものとか、これ持って帰りたいなみたいなのってありますか？やっぱり私最後の博多織すごい気になりました。もしかして、鬼木さんのネクタイ、はい、あ、これごめんなさい、違います。あ、違う、なんか、あ、しまった、しまった、家出た時にね、してくればよかったなと思ったんですよ。でもたくさん持ってらっしゃるんですよね。持ってる、そうそうそう。この角を曲がると櫛田神社、近いですね。はい、来ました。ここが櫛田神社です。5月3日のどんたくにもゆかりが深いし、7月の博多祇園山笠にもゆかりの深い博多総鎮守の櫛田神社です。綺麗。今年初めて青空の下桜を見ました。あ、そう、あ、そうか、そうか。あ、これ。わあ。でかいな。大きいですね。これが迫力がすごい。これはね、担いで走らない。町の中にこういう屋根付きで山笠の期間中に飾られてる人形を飾り山って言うんですよ。でこれよりも高さがね、3分の1ぐらいの大きさのやつを実際に担いで走り回る。それは飾り山じゃなくて柿山って言うんです。柿山、書いて走る、書いて走るための山は柿山で、これはその展示されてる
飾り。いや、せっかくクリエイターのお二人に来ていただきましたんで、はいはい、この山笠をモチーフに何か作品といいますか、モチーフに撮っていただけたらと思います。はい、じゃあ、はい、じゃあツーショットで撮ってもいいですか。せっかくなんで一緒に写、はいはい、りましょう。はい、ありがとうございます。いかようにも、はいはい、じゃあいつでもお願いします。はい、せーの。完璧ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お、これが力石。あ、力石。これが試し石。試し石。朝青龍が持ち上げたのかな。が持ち上げた、この石をですか。そうそうそう、白鵬なんだこれ。白鵬、11月になると福岡に九州場所がやってくるんですね。だから博多の祭りにお相撲さんが結構うろうろいる、うろうろっていうか、いっぱいいるんですよ。これが試し石なので、持ち上げてみますか。これを持ち上げる、持ち上げられそうにないですけど、持ち上げる、こう持ち上げ、あ、やめとこ腰とか痛めたら結構重たいよ。ちょっとね上げようと思うだけで、持ち上げたら指挟みそうですけどね。結構危ない、重たいよ。じゃあ指挟まんようにね。危ないよ。いけそう、いけそうじゃないですか。いやいや、持ち方それで合ってる危ない危ない危ない、爪が剥がれたり。確かに、そうそう、いや本当に危ない。無理だ。そう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 、危ない危ない。ちょっと動かすので精一杯です。ねえじゃあ僕はちょっと大西さんとお願いします。同じ方向でお願いします。持ち上げてください。うわー、すごい。え、どこまで持ち上げるんですかこれ。いや、おお、担ぐのこれ、担ぐのはマジで無理ですね。はい、せーの危ないこれ3人でやった方が持ち上がらへん。いや、上がらん上がらん上がらん、確かに上がらん。あ、無理3人の方が難しい。串田神社見ていただきましたが、どんたくの時にはこの串田神社に、稚児行列が来ます。で、博多松林、子供たちの行列がここに来て、で、博多の町の繁栄を祈って、その子供たちの行列、福の神様たちが練り歩くというような行事がここで行われます。で、博多どんたくは町の中をもうたくさんのパレード隊がしゃもじを叩きながら踊り練り歩くっていうのがどんたくなんですね。で、そのどんたくの最終日、4日の最後に観客も一緒に踊りましょうっていう瞬間が博多総踊りって言って、盆地かわいやっていうですね、歌をしゃもじ叩いてみんなで踊るんですよ。絶対楽しいですね。盆地かわいやねんねしな、そういう歌があるんです。割と単純な歌、単純なリズム、単純な踊りなんだけど、その分みんなももうすぐ覚えて一緒にできるっていう。最後は総踊りで締める。総踊り4日に行けばやりたいですね。ぜひぜひ、はい、もうぜひ博多うどんを食べに行きます。博多うどん、はい、博多うどん、博多はうどん発祥の地です。中国大陸からお坊さんがお経を運んできた時に、その粉物文化が入ってきたんですね。で、福岡がうどん発祥の地なので、文化圏としてはそばよりもうどんを食べる文化の方があって、で、福岡はもうたくさんうどん屋さんが、24時間のうどん屋さんとか、夜飲めるうどん屋さんとか、飲めるうどん屋さん、最高ですね。で、柔らかい麺で有名です。どちらかというとラーメンとかお蕎麦よりうどん派なので。お、そうですか。もう社長、なんと最高に楽しみです。おですね、では着きました。早かった。もう着いたんですか。ここです。近い。はい。じゃあうどんと酒って書いてある。博多赤チョコ弁。じゃあ、はい、入りましょう。はい。やったー。はい、お邪魔します。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。ここはですね、夜間に入ったズボラうどんが名物ということで、夜間に入って出てくるということで、実は僕も初体験なんですけど、ちょっと楽しみにしたいと思います。この絵が衝撃的なんです夜間とキーマカレーと、結構 でかい夜間ですね。ですね、3人で3種類あるので、はい、
全種類食べてみたいですね。欲張りなんで個人的に納豆かなと思っちゃった。納豆大好きなんで、納豆食べてみたいですね。すいません、夜間で出てくるズボラうどんの3種類1つずつください。ありがとうございます。はい、ちなみに、はい、なんでズボラうどんっていう名前なんですか？昔あの文献で東北の方に夜間に入れたうどんがあると、ズボラをしてストーブにかけてお湯にうどん玉投げ込んで手つけ麺で食べたっていうのを見たんですよね。どうせ釜揚げうどん作るんだったら夜間に入れた方が面白いやと思って、ただ実は全国にこれなかったみたいで。なかったんですか？季節してオリジナルみたいなうどんになっちゃったみたいで。じゃあうちのお店だけでいただける？あ、そうですよ、全国的に見ても。初めて知りました。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか最近食べた美味しいものとかあります？ごまさま。ごまさま大好き。まあ、お刺身だす。ごまさま大好きだったんですけど、福岡に住んでるけど、そんな頻繁に食べれなかったんで、昨日ちょうど久しぶりに食べてめっちゃ美味しかったです。そうなんですね。あ、ごまさまはもうおすすめですね。ごまさまはめっちゃ美味しかったです。博多の名物です。博多名物ですね。福岡博多というか福岡、福岡名物、福岡名物。最近食べたじゃないんですけど、前来た時にめちゃくちゃ美味しい水炊きを食べたんですよ。ちょっとまた食べたいなって今思いますね。水炊きもね、いろんな水炊きがあるんですよ。美味しい水炊きが福岡にはどことは言いませんけど、どうぞ。いっぱいあるんですよ。いっぱいありますよね。そのスープの取り方とか、スープの白く濁ったスープで有名だったり、透明のスープだったり、透明もあるんですね。それをね、そう、いろいろあるんですよ。いろいろあるとしか言ってないな。お待たせしました。大人うどんをほんまに夜間で来るんや。はい、夜間にお箸ですか？お箸が刺さってる。刺さってます。お箸太っ。ありがとうございます。こちら失礼します。すごい。うわすごい、自分のに。よいしょ、長い。よいしょ、長いね。めっちゃうまっ。じゃあいただきます。美味しいですか？美味しい。美味しい。わあ、すごい。あ、入れるの難しい。めっちゃ長。香りも最高です。いただきます。マジで美味しそうに食べるな。今のところ一キーマカレーが一番したいもんね。食べ方的にも、じゃあ僕納豆いただきます。いや、納豆の方が美味しいかも。本当ですか？納豆美味しい。美味しい。美味しいですか？このキーマカレーの程よい辛さと、このおうどんの辛いんだ、ほのかな甘みがマッチして美味しいです。すごい、食リポ能力が高い。さすが、さすが。この独特の生地は、胚芽入りのうどんということになっています。胚芽が入ってますね。ちょっと茶色っぽいね。点々入ってますが、次は納豆でいってみます。わ、もちろん美味しい。待って、カレーが一番美味しいかもしれない。カレー一番好きですか？カレー一番好きかも。納豆もいいね。じゃあ今日は串田神社前駅から串田神社と赤チョコベということで、非常にもう狭いエリアなんですけど、濃密な時間が過ごせたかなと思ってますが、ご感想いかがだったでしょう？僕は博多に住んでるけど、やっぱ知らないことだらけでしたね。通ったことあるし、来たことあるけど、何気なく見てるものとか、何気なく過ごしてる街だったんで、次見た時に友達に自慢できるなってちょっと思っちゃいました。ぜひもう広めてください。博士ですね、このエリアは。福
福岡何度か旅行できたことあったんですけど、おうどんが有名なのも知らなかったですし、ゴールデンウィークと夏でやるお祭り見たことなかったので、福岡より好きになりましたし、いろんな季節で毎回行きたいなと思いました。5月にはどんたく、7月には山笠ということでですね、いろんな季節、いろんなお祭り楽しめますので、ぜひ皆さんも福岡に来て、また街を楽しんで美味しいものを食べてください。それでは皆さん、お待ちしてます。お待ちしてます。また会いましょう。行きます